ミノリカワ・ノブヒデ5月25日隊は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。外務大臣政務官、財務副大臣、衆議院財務金融委員長、自由民主党秋田県連会長を歴任。秋田県大曲市出身。秋田県立横手高等学校普通科、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。 コロンビア大学国際公共政策大学院修士、家庭修了。秋田銀行に入校した後、党、英文の施設秘書、公設第一秘書を務めた。秋田県第三区の自民党候補は、英文と村岡健造の間で、いわゆるコスタリカ方式を適用しており、二人が小選挙区と比例区を選挙ごとに入れ替わりで出馬することになっていた。しかし、 第43回衆議院議員総選挙を前に英文が休止。村岡はコスタリカ方式の名約は解消されたと一方的に判断して比例区に回る予定を一点、小選挙区から出馬する。これに実川陣営が反発。亡き英文の長男、信秀を無所属で擁立し、保守分裂の飛ぶライ合戦となった。信秀は、 民主党と連合の支援も受けて村岡を破り2003年11月に衆議院議員に初当選。破れた村岡は政界引退へと追い込まれた。2013年9月23日、ギリシャ銀行本店にて衆議院欧州各国における政治経済事情調査団長佐藤つむ衆議院欧州各国における政治経済事情調査団団員。 小沢英人、山内孝一、その浦健太郎、ギリシャ銀行総裁、ゲオルギオスプロボプロスト当選後は支援を受けた民主党には入党せず、自民系無所属議員と院内会派、グループ改革を結成。2004年6月に同会派を解散し自民党へ入党。2005年1月に自民党秋田県第三選挙区支部長に就任。 同年11月自由民主党国会対策副委員長就任。郵政民営化には採決の直前まで反対の立場だったが、竹部勤務自民党幹事長ら執行部の説得に応じ賛成票を投ずる。反対票を投じた場合の自身への資格として、村岡健三の次男、村岡敏秀の名を示唆されていた。2005年の総選挙で再選。同年11月に、 自民党国会対策副委員長就任。なお、派閥には所属していないものの、竹部勤務元自民党幹事長を中心に、結成された、党内政策集団、改革フォーラム新しい風に属し、代表幹事を務めている。2007年には、衆議院議事振興係に任命された。2008年8月、福田康夫改造内閣において、外務大臣政務官に就任。 同年、麻生内閣で留任。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、再び、村岡と対決するが、民主党の今日の紀美子に敗れて、共に落選。比例での復活当選もできなかった。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で当選。国政に復帰した。2014年9月3日、第2次、安倍改造内閣で、 財務副大臣に就任。同年10月から11月にかけて、選挙区民に対するカレンダー無料配布、政治資金収支報告書の不適切記載問題など、計算権の不祥事が報じられる。同年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で4選。同年12月25日、臨時閣議が開かれ、第3次。 安倍内閣の副大臣、政務官人事が図られるが、実川は財務副大臣再任を誇示して退任した。2015年、自由民主党秋田県支部連合会会長に就任。2016年、衆議院財務金融委員長に就任。2017年5月、佐藤勤が設立した新グループ、天元会に参加。その後、 宣言会所属議員らと共に新派閥志向会に合流。同年10月の第48回衆議院議員総選挙で合戦。第4次安倍第2次改造内閣で国土交通副大臣に就任。2004年政治家の年金未納問題が注目された際に国民年金の未納が発覚している。2014年10月24日。 ミノリカワの政治団体が同年1月から2月に、講演会員や党員に顔写真入りのカレンダー3000枚を無料配布していたことが報道により明らかとなった。公職選挙法で寄付が禁じられる、有価物に該当すると指摘された。2014年11月14日、ミノリカワの資金管理団体、経済調査会が作成した2010年から2012年に、 かけての政治資金収支報告書につき、懇親会やゴルフ大会の収入が個別の収入項目に記載されていないことが報道により明らかとなった。同年11月26日、同資金管理団体が出した2013年分の政治資金収支報告書で、み川親栄講演会からの2013年7月16日付の寄付について500万円と記載されているところ、 講演会側の同年分報告書では400万円と記され、被災にズレが生じていたことが報道により明らかとなった。ありがとうございます。